中川先生の優しいビジネス研究、今回も行動経済学のまさに中核の中核、ここをしっかり理解すれば人間の心理が非常によくわかるようになるっていうプロスペクト理論を引き続き掘り下げていきましょう。ちなみに今回プロスペクト理論の第2回になるんですけども、今回からご覧になられた方でもしっかりわかりますし、それであなたのビジネス力きちんと上がりますから、今回からでもご心配なくご覧いただければ幸いです。ポイントはこんな点ですね。1万円得したケースと1万円損したケースで人の心に与える重みが全然違う、これを科学したのがプロスペクト理論だということです。このプロスペクト理論って何なのかと、まあ、前回も話をしていますけれども、これはノーベル経済学賞に輝いた行動経済学の始まりの理論であります。まあ、トバスキーとカーネマンという二人の研究者によって発見された人間のこの意思決定をめぐる非常に面白い特徴をなるほどと上手に理論化したものなんですけれども、不確実な問題、この将来に何が起こるかわからない、そういうような決断をするときに私たちはどのような判断をしているのか、そこのところをなるほどなと非常に上手に掘り下げたのがこのプロスペクト理論です。このプロスペクト理論というのは、従来の人間はめちゃくちゃ合理的で、不確実な状況においても確率計算をパパッとやってこれが正解だと、まるで全知全能の神のように答えを導出していく、これが従来の経済学であったのに対して、人間はそんなにパーフェクトじゃないでしょと、いろいろ情緒的なものにも左右されるし、リスクの計算も大きく間違える、そんなあたりを理論化したのがプロスペクト理論の大きな科学的な功績なんですけども、プロスペクト理論は大きく3ステップから人間の意思決定がなるものとしてモデル化されています。で、前回はこの前処理ということで、意思決定に先立ってまず頭の中でパパパッと物事の相場感を計算する、まあ、この相場感のことを参照点と学術用語で言うんですけども、この参照点というもののもたらすユニークな特徴というのを前回お話しました。この点に興味がある方はぜひ前回もご覧いただきたいんですけども、今回はじゃあこの大体まあこんくらいだろうという寝頃感、相場感を作った上で、じゃあそれと照らして実際にこの今の意思決定っていうのがどう評価されるのか、この寝頃感よりもプラスなのかマイナスなのかっていうのが私たちの心理にどういう影響を与えているのか、次なるステップはこの評価と呼ばれるステップでして、このステージにおいて私たちはどういうふうに物事の価値判断をしているのか、ここのところを今日は解説していきたいと思います。で、パッと簡単に前回の復習をしておきますと、私たちは人生のあらゆる局面で、そう、さっき言った寝頃感とか相場感とかいろんな言い方しましたけども、あるいは見積り金額という言い方でもいいかもしれない。まあ、こういった言葉で表現されるものを学術用語では参照点、リファレンスポイントという言い方をしますけれども、この参照点っていうものがどうやら私たちの人生において経済的な判断をするときにとっても重要な役割を果たしているっていうのが前回の話。まあ、典型的にはこんな状況だという感じなんですけども、まあ、率直なところ、原価で言えばピザが一番安くて、ハンバーガーが一番高いのにですよ。私たちは日常の生活の中でこの寝頃感、相場感、見積もり金額感を持ってるんです。例えば、ピザ1枚といただき、皆さんは大体相場感あるわけですね。そうだな、デリバリーだと大体2500円ぐらいで、お店で食べると1500円ぐらいかなと、このような相場感というものが心の中に出来上がってしまっているので、ピザで1000円すると言ったら、めちゃくちゃ安いよねという話なんです。いいですか？繰り返しますが、ここに表示している3つのうち、ピザが実は一番原価は安いのにですよ。カロリーとしてのピザが一番軽いかもしれないのに、ピザは1000円は安いよなと感じるわけです。一方で、ハンバーガーはどうか。率直なところ、肉をたっぷり使っている、フレッシュな野菜を使っているので、原価はこれが一番かかっているわけなんですけども、ハンバーガーで1000円と言ったらどうか。もう皆さんわかりますよね。ハンバーガーの皆さんの寝頃感、相場感って、マクドナルドが100円で売ってるし、他のバーガーショップも250円とか300円ぐらいで売ってるから、ハンバーガーで1000円って言ったらめっちゃ高い。っていう相場感を持っちゃうわけじゃないですか。まあ、学術用語で言えば基準点。ですから、この基準点からすると、1000円ってめっちゃ高いよな、ということになってしまうわけなんです。
ご覧の通りで同じく1000円、実は原材料をよくよく考えたら同じぐらいの原価かなと思われていても、皆さんの日常生活の中で培われた相場感というものが邪魔をして、あるものについては安いなと思い、あるものについては高いなと思ってしまう。で、本日はこの前処理によって獲得した基準点、参照点というものをベースにして、じゃあ実際に物事の価値判断、評価をするときっていうのは参照点からどれくらいずれたかによって行われると、こういう話をしたいと思います。参照点よりも得したとき損したときで、果たしてどのように私たちは心の中で判断をするのか、予想よりも安かったとき、高かったとき、あるいは大体こんくらいかなと見切りをつけていたところで、思いがけず得をしたとき、思いがけず損をしたとき、これらの状況がまさに大体こんくらいかなという参照点からずれたときですよね。この参照点からのずれというものが私たちの心理にどのように作用するのか。トバスキーとカーネマンはここに価値関数という概念を導入した。これが非常に上手なんですね。この価値関数というのがまあ全く見事によくできているということで、私たちのこの基準点、参照点を軸としたそこからのズレっていうのがどういうふうに心に影響しているのか、それっていうのがこういう関数形になっているだろうと、こういうふうに定義したんですね。まあ実際見てみましょうか。この参照点から思いがけずプラスにずれているというとき、ラッキーと感じたときっていうのは、それはラッキーなんですから心理的価値もプラスに上に上がるわけなんですけれども、でも実はこの実際に得られた利得、この参照点よりもちょっと上向きにずれたっていうのは、実際に得た利得ほどには嬉しさはあまり変わらないんだということを科学してるんですよ。まあ、この伸び方がだんだん緩やかになっていくんですね。この金額がどん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 上になろうとも、実はその心理的な影響っていうのは残減していくんですよというふうにモデル化してるわけなんです。一方、損失の方はと言いますと、損失の方はガクーンと落ちるんだというんですね。実際にこれぐらいになろうと見積もった金額よりも、ちょっと損をするというだけでめちゃくちゃ損をした気持ちになってしまうんだ。なので一気にガクーンときて、まあその後はその効果っていうのは弱まっていくんだけども、ちょっとでも参照点を下回るとすごい心理的には損したような気分になるのが人間なんだ。このようにモデル化してるんです。そして実際のところ、実はこのグラフっていうのが私たちの心理をめちゃくちゃ上手に表現できてるんです。どういうことか。まあ、皆さんがひょっとしたら、私は一番これがピンとくるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんがめっちゃ損をしたような気分になる瞬間って、例えば日常だと、携帯ショップじゃないかと思います。携帯の契約をするとき、携帯の契約するときって、最初にまず何万円かでボンとスマホ買うじゃないですか。で、それに合わせて、実はこの値段で提供するためには、あとこのオプションつけてもらう必要があって、あとこれに入会してもらう必要があって、それぞれ金額あんま大したことないんですよね。月額350円のこれ入れて、あと500円のこのオプションをつけて、あとこのケースを1000円で買って、表面のコーティング剤を1000円ぐらいで買ってという形で、携帯1個買った後に色乗って、でもせいぜいそれって合計5000円ぐらいかもしれないんですけれども、でもめっちゃ損した気持ちになるでしょ？だって皆さん、まあ大体5万円ぐらいだろうと、この5万円ぐらいというスマホの定価で基準点、参照点を作っているわけですから。ところが、そのスマホだって、まあ5万円の出費で済んだだろうと思ったところから、いや、今うちで契約していただくときにはこれに入っていただく必要があって、あとこれにも入っていただいて、あと合わせてこんなスマホケースどうですか？これをやってちょいちょいちょい出るっていうのが、たかだか一件一件は全部500円、1000円ぐらいなんですけども、毎度、うわ損した、うわ損した、うわ損したとなってしまうわけなんですよ。どうです？このプロスペクト理論、価値関数っていうものが非常に上手に私たちの心理を表現してくれてると思いませんか？逆に、このスマホ5万円のところを、あと1000円お安くしときますって言われても、どうですかね？皆さんピンとくるんじゃないかと思います。5万円のところを4万9000にしときますと言っても、全然皆さん嬉しさそんな変わんないですよね。うわ、1000円安くなった、めっちゃ得したとは思わないのに、1000円損した、うわめっちゃ損したじゃないですか。参照点を中心にプラスにずれた時とマイナスにずれた時では全く重みが違うんだというのが、先ほどのグラフで表現されているわけなんです。
そしてこの価値関数という考え方に基づくと、私たちが損をするときと得をするときでは全く違う心理モードで意思決定をしているということが、実はあのグラフから表現できるんですね。まずじゃあプラスの方を考えてみましょうか。得というものを目にしたときの固有の人間の差が、得は確実に手にしたいというのが人間の差がなんです。まあ実際に皆さんの心で検証してみましょうか。皆さんの前にこの二択があったとします。一方は絶対に100万円もらえますと、超ハッピーですよね。他方は 50% の確率で200万円オアゼロですと。皆さんだったらどっちを選びます？もう迷うことなく一択で A じゃないですか。絶対にもらえる100万ですよね。これ金額感いくら書いてもそうです。絶対にあなたに1億円もらえます。一方でそれが 50% 確率で2億円になるかゼロになるか、どっち選びますかと言われたら、絶対に確実な1億円じゃないですか。そうなんです。プラスは確実に欲しいのが人間の差が、そしてそれがなんとあの価値関数では上手に説明がついてしまうんです。まあこちらプラス側だけ切り取った先ほどの価値関数なんですけれども、実際にもらえる利得に対して心理的な価値の上昇というのはちょっと抑えられていくという、このような関数を考えますとですよ、100万円もらえるっていうのはご覧の通り、こちらの100万円の上のところのピンクの点ですよね。これだけの心理的な価値があると、あ、100万円の価値結構高いなと思うわけですけれども、一方でこれに対して200万円の価値はというと、ちょっとしか100万円もらえるのと私たちの心の中であまり変わらないわけなんですよ。そうだとすると、この200万円もらえますか、それとも0円ですか、これが 50%50% だとすると、この心の中ではじゃあこれの中間ぐらいになるよなっていうことになるわけなんですよ。200万円もらえるケースと0円との中間のところ、この2つの点を結んだ中間点ぐらいが心理的な価値だとすると、ほら上手に説明できるじゃないですか、ということで、確実な100万円の方が心理的な価値ははるかに高いのだということで、この得は確実に手に入れたいということが上手に説明できるグラフになっているわけなんです。逆に損に対して人間はどのような差がを見せるのかなんですけども、この損をしそうな状況に関しては、ギャンブルをする、うまくいったら損がチャラになる、このような賭けに手を出しやすくなるというのが人間の性質だということが分かっています。さっきの問題を損にしただけで皆さんの感じ方は全然変わるんだってことを、また皆さんの心で実際に再現してみせましょう。まず A、 最初の方、絶対にあなたは100万円損してしまいますという状況。他方 B、 あなたは 50% の確率で損が200万円になるかもしれないけれども、他方 50% の確率でチャラになります。 50% の確率でチャラ、 50% の確率で200万損する。このように言われた時に、皆さんならどちらを選びますかと。まあこれはひょっとしたら人によって割れるかもしれないですけども、さっきの絶対に A だよねと、得の時だったら絶対に A だよねと言っていた状況と、まるっきり皆さんの感じ方が違っているんだってことに気がついていただけたら幸い。結構多くの方が、いや 50% の確率でゼロになるんなら、ゼロになる可能性が残っている方を選ぶわと思われるんじゃないでしょうか。これも先ほどの価値関数で説明がつくわけなんです。今度はマイナス側を見てみましょうかということで、こちらマイナス側を拡大した図なんですけれども、まあさっきと同じように見ればいいんですね。もう皆さんお分かりいただけたと思いますけれども、マイナス100万円っていうのはやっぱり皆さんにとってかなりズシーンってくる心理的なショック、ダメージだけなんですね。まあでもこの100万円の損失というのが200万円に増えるからといっても、そんなにこの心理的な影響は大きく変わらなかったりするわけなんです。で、なのでさっきと同じような処理をするわけですね。この200万円の点と0円の点を結んだところっていうのが B の方の心理的な価値になるわけで、そうすると、ま、確実な100万円マイナスの時と、ギャンブルになって0円か200万円かであれば、こちらのギャンブルにかけてみようかというふうに人間の心理は働くわけなんです。この価値関数という非常に興味深いもの、人間のこの損と得に対して異なった感触を持つっていう非常に面白い差が、これっていうのは本当に皆さんのビジネスにきちっと落とし込むべきものです。すなわち、
皆さんが相対しているお客様、相対している誰かさんをハッピーにさせようと思うならば、この損と得というものを上手に相手に提示する必要があるんです。これは本当にまさにおもてなしの極意。まず、プラスを与える、得を与えるのであれば、予想外の相手の想像を上回るおもてなしを数々提案すべきだということなんです。相手としては、まあ大体これぐらいのサービスだろう、大体これぐらいのハッピーがあるだろうということで、参照点作るわけですよね。ところが、まあこんなもんかなと思っていたところに予想外のプラスがあったらちょっと嬉しいっていうことがさっきのでわかりますよね。で、このおもてなしでちょっと嬉しいがあった後で、で、またここでまた参照点がそこで、まあでもこんなもんだろうと思ったところで、実はまだあるんですよという提示をされると、これがまた参照点になってしまっていたので、さらに、まだあるのと。まだあるのということで、実はこの相手の想像を上回るおもてなしというのは、次から次へという形で、後出しで得点をどんどん出していくと、めちゃくちゃハッピーになるっていうのが、実は人間の心理なんです。他方で、損はどうかというと、損は逆に後出しで損を出していくと、めちゃくちゃ心理ダメージがあるということが、この価値関数というものから分かってくるわけですから、であれば、後になってずるずる追加負担は発生させないで、負担は一発瞬間で済ませましょうと、今回のお支払いはこれで OK ですということにして、負担は一発、メリットはどんどん増える。この形にデザインすべきだということなんですね。例えば東京ディズニーリゾートはまさにこれでデザインされていて、入園料は最初に一発、アトラクション乗るたびに金を払わせるとすっごい心理的ダメージがあるので、入園料は一発。その後、いろんなアトラクションに乗るたび、ショーを見るたびにハッピーだから、人々が喜びやすく出来上がってるわけなんです。そして最後に、じゃあ、損をさせそうな、追加的な損をさせそうな状況であれば、実はこうやったら回避できるんですよねと、これがポイントでしたね。回避できる可能性があるとすると、このギャンブル的になったとしても、実はこの損失発生しそうなんだけども、こういう風にやれば回避できるかもしれないんですよというと、これでかなりグッと心理的なダメージを抑えられるということも、先ほどの価値関数からわかるわけです。まあ、実はこれ払っていただかないといけないものなんですけれども、それがですね、こういうことをやると回避できるんですよという見せ方をすると、あ、じゃあそれは助かるなということで、お客様が受ける心のダメージを抑える、緩和することができるわけなんです。まあ、悪用厳禁ですね。悪用厳禁なんですけれども、この価値関数というものは、人間のこの損得に関する非常に重要なポイントを明らかにしているものとして、現代のビジネスでは様々なシーンで使われています。皆さんも私たちにこういう心理があるということを知っておき、そしてそれを、繰り返しますが、悪用厳禁なんですけれども、そうだよな、人の心にはこういう性質があるよなということで、皆さんがおもてなしをしたいあの方に、デートのシチュエーションだとか、あるいはお客様に対してどういう見せ方をするのか、そんな時に活用いただきたいなと思います。